オシトティトランホラーアナをはじめとするオルメカ遺跡の位置オシトティトランホラーアナに描かれた壁画の位置図オシトティトランホラーアナはメキシコゲレロ州にあるオルメカ様式の壁画で知られる奥行きが浅いホラーアナ遺跡である壁画は図示し,したようにホラーアナの入り口付近に集中しているオシトティトランの名称はホラーアナから2キロメートル西方にある赤ティトランの住民による故障で ナワトル語で、穴のある場所という意味である。同じく壁画で知られる、フストラーカ洞窟から北方3 0トルの地点に位置する。発見当時は、ゲレロ州の州都、チルパンシンゴから舗装のない悪クを東方に5 4トル進んだ場所にあった。オシトティトランの壁画は、下地に樹脂かあるいはシソカサルビア族の草である、チーヤの実ないし動物の脂肪などの油をベースに、 多彩色の鉱物質の顔料を用いて描いたと考えられる。彩色壁画1号は大きな多彩色の壁画で幅3.8メートル、高さ2.5メートルである。この壁画は南ホラー穴の開口部、崖のふもとの地表から10メートルの高さに描かれている。この壁画は様式化したジャガーの怪物の頭の上に座っている人物を表現している。 オシとティトラン彩色壁が1号。二つの角を持ったフクロウの頭飾りに赤いモチーフが見られ、ジャガーの怪物の頭に座った人物は、X 字の胸飾りと美飾り、腕や足にも装飾品をつけていることがわかる。腕からは、街灯が一部垂れ下がった様子がうかがわれる。濃い緑色のジャガー様怪物の目にも X 字があり、上あごないし上唇からは、 八字状に外反した緑色の牙が出ている。欠損している部分がかなり見られる。テオパンテクアニトランの半人半獣の超自然的存在を表した石彫り。聖アンデレ十字のような X 字を排した長方形の胸飾りをつけている。ワンガンオルメカの典型的な石彫りであるラベンタ祭壇4号。ジャガーの口の中が空洞内し壁岸状になり、 その中央に人物が座っている。チャルカツインゴの記念碑1号。洞窟の入り口に座る、王。彩色壁画1号の主題であるジャガーの怪物の頭は湾岸のオルメカ遺跡に見られる祭壇のジャガーの怪物に近いものと考えられる。最初に、ジャガー様怪物の目であるが湾岸オルメカの石彫りや、チャルカツインゴ記念碑9号に見られる目の形に似ている。両目の瞳孔には、 暗い青緑色の楕円形の中に、聖アンデレ十字のような X 字が描かれている。同じモチーフは、フストラーカ洞窟壁画の蛇やジャガーの絵にも描かれている。彩色壁画1号のジャガーの右目は座った人物の垂れ下がった足によって一部隠れている。ジャガーの怪物の上顎ないし、上唇の表現や上顎からは外反するように、曲がった牙が垂れ下がっている様子は、 ラベンタの祭壇1号や記念碑12号の帯の部分と似ている。次に、ワンガオルメカの祭壇では、人物が祭壇の中で座った姿で刻まれているが、オシトティトランのこの壁画でも、祭壇の中で座るのと同じような、座った姿をしている。また、大事なことは、ワンガオルメカの祭壇の場合、ジャガーの上あごないし、上唇の下は空洞。 内し壁岸状に凹んでいることで、その壁岸状の部分は、ジャガーの口であると共に洞窟を表していると考えられている。ジャガー様怪物の口と洞窟のイメージを重ね合わせるような表現は、ジャルカツイン後の朝浮き彫りされた石彫りに見ることができる。5個天気のメキシコ中央高原地方の絵文書には、横から見た洞窟が、 大地の怪物の口に見立てられる表現があり、オシトティトランの壁画やジャルカツイン語の記念碑一号に通じるものがある。ジャガー様怪物の顔を表現したこの彩色壁画一号が描かれたのはまさに洞窟の入り口の天井であって象徴的と言える。オシトティトランのジャガーの怪物に欠けているのは鼻の部分で上唇の中央部にあると思われるがちょうど欠損している。 ジャガーの怪物の顔と座った人物の装っている服装の大部分は緑色に塗られている。緑はメソアメリカの図像では水と翡翠の象徴である。チャルカチンゴにはジャガーの怪物と洞窟は一連のものと考えられ植物や甘髪のような他のモチーフを含むことがある。それは疑いなく農業の豊穣への願いとつながっていく。マッシュースターリングは ラベンタの祭壇4号の上が平坦なのは、ジャガーの毛皮を投げて広げて、祭壇全体をジャガーに見立てるためだと述べていることも、祭壇4号もジャガーの怪物と洞窟の一体性を表現していることで、究極的な性格は同じものと考えられる。押しとティトラン、キタホラーナ、花弁のついた人物の横顔押しとティトラン、キタホラーナ、フクロウ、ワニカ竜のような爬虫類。失敗トリか。 いつあむながみか。人間とジャガーが成功しているような頭像北ーなの壁画はすべて黒色であり、鉱物質の顔料や火による鈴を沈着させて描いている。北ホラーなの内北側に描かれた壁画1号には、花弁のついた人物の横顔、ワニカリュウのような爬虫類、人間とジャガーが成功しているような頭像そしてフクロウが見られる。花弁のついた人物の横顔は、 マヤでいう日の文字金に似ており、日とか太陽を表している可能性がある。フクロウは一英の左側のやや下に描かれている。このフクロウにも彩色壁画一号の頭飾りのフクロウと同様格のようなものを生やしている。フクロウは夜や地下世界の象徴であり、マヤ神話のポポルブフなどでも指定世界の神々の使者として描かれる一方で、 ここ天気のドレス伝言へ文書などに、トウモロコシの葉をつけた図像も見られ、前述したように雨と豊穣の象徴でもある。一シーのワニや竜のような爬虫類は、アステカのトカゲ神失敗鳥とウモを生やした蛇を掛け合わせたような姿をしている。ジャルカチンゴのレリーフ5号に似たものを見ることができる。マイケルコーによるとジャルカチンゴとこのオシトティトランのトカゲは頭の後ろに、 羽のようなものがついていることから、雨と作物の豊穣をもたらすイツアムナーミと考えられるという。人間とジャガーが成功しているような図像は、ジャガーの尾が人間の陰部につながっている形をしている。ジャガーの頭部には花を思わせる文様が描かれ、人物はペニスを露出させているように見える。ジャガーの口の部分には赤い彩色が一部施されている。 人間とジャガーの成功している図像は、極めて少ないが、リオチキ島の記念碑1号、ポトレロヌエボの記念碑3号に女性と、ジャガーが成功しているものがある。後との手置和間の甘紙トラロックを思わせる甘紙の、壁画。オシトティトラン、南ホラーナ、A-3 壁画オシトティトランの壁画の性格は、雨、水、豊穣と深い関係があり。 南ホラー穴の甘髪と思われる後のトラロック髪に似た A-35 壁画からもそのような性格を推察できる。赤ティトランの頃の話には浮気になるとかってオシトティトランには水をたたえた毛ができて時々洞窟の口から滝のように流れて麓の高地を潤したという。一方でこのような水や包状に関わる壁画はフストラー化には見られない。オシトティトランは フストラーカの壁画が洞窟の奥に描かれるのとは異なり、崖の壁面やホラー穴の入り口の部分に壁画が集中している。オシトティトランの壁画のテーマは、水や包丁ということが一つの大きな主題であるが、それだけではない。湾岸ンンオルメカの石彫りに見られるように、ジャガーの口を洞窟に見立ててその口の中に人物が座っているというテーマがある。 そのような人物はしばしば半人半ジャガーの赤ん坊を抱いている場面がある。それと似た画像が祭壇の脇に刻まれることがある。こういった画像はオルメカの神秘的な起源とつながりがあると考えられる。祭壇はオルメカの支配者に捧げられた記念碑であるが、最色兵器が1号に見られるジャガー様怪物の顔は湾岸ンンオルメカの祭壇と、 密接な関連や類似性が見られることは、前述してきた通りである。マイケルコーは、オルメカとは、ジャガーの子供たちだと呼んだことがあるくらいである。北のホラー穴に描かれている壁画は黒一色であるが、メソアメリカの図像で、黒は地下世界を表現している。壁画 1D のジャガーと人間の性的な結合は、オルメカの神秘的な起源と深い関係がある。メソアメリカの宗教でジャガーは、 地下世界の動物と位置づけられている。オルメカの神秘的な起源と地下世界、洞窟とは密接な結びつきがある。ジャガーはオルメカの王権のシンボルであり、オルメカの支配者たちは、我こそはジャガーの子孫であるということを地下世界における人間とジャガーの結合によって生まれたことで示そうとした。地下世界の入り口であるジャガー様怪物の口の前に座る。 姿の石彫りを刻むことによって、王権を強化、確立しようとしたのである。オシトティトランの壁画は前述してきたように様式的に、サンロレンソよりラベンタに近い。デイビッド・グローブによると、放射性炭素年代測定で、ラベンタの年代は、紀元前1000年から同600年としているので、概ねその時期に位置づけられると思われる。現在、ラベンタの前世は、 紀元前800年から同400年頃に破壊されるまでとされているが、オしとティトランには口述するように時代を決定できる。瓦家の湿度がないことから実際には、紀元前400頃まで続いたかどうかまではわからない。オしとティトランでは、織物の断片が確認されている。面とウサギの毛を折り合わせたものである。また少ないながらも土器片が確認されている。 しかし具体的な時期を判別できるものはない。しかしながら、赤トランとオシトティトランの間にはセロキアテペク、洞窟がありわずかながら先古天気の土器が確認されている。ありがとうございます。